シリーズ2狙いで契約書開封。狙うは、現状追加されている DNA の3名。特に佐野選手が欲しいね。他球団だと、キータ&マー君の2人がかなり強い。まずは S10%5 枚、30%1 枚、ついでにゴールド2枚。では行きます。ちなみに、キータ、マー君、サノスの3名はアニバでも登場します。けど今年のアニバは11月予定なので、この時期にゲットできればかなり大きい。果たして、中日と DNA、めっちゃ出た。シリーズ2どころか S すら出ねえじゃねえかー。はい、気を取り直して、次。こちらが本命です。S ランク契約書3連発。絶対に S は引けるから可能性は上がります。では、行きましょう。そういえば、明日から純正最強決定戦が始まりますね。だからシリーズ1の横浜とかでも嬉しい。果たして、はい。大島選手は未走鋭だから強いけど、シリーズ2引けなかった。怒ったから覚醒ローテーションチャレンジャー彦。野村選手いいね。はい、ということで、今回はシリーズ2狙いで契約書を開封していきました。残念ながらシリーズ2は引けずでした。ちなみに現在のリーグオーダーはこんな感じです。投手、野手合わせて23名がスピリッツ4000以上になってます。捕手の古田さんは特殊で3810になってます。まだまだ現役です。イチロー選手、丸選手、福留選手の最強外野陣気に入ってます。ここ2ヶ月くらいは連続派を維持できてるけど、そろそろ、OB 第1弾も登場するから、気合い入れてかないとね。そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。また見てねー。